どうもボボビートレザーのボビー、えーアレのでえ今日は11月23日勤労感謝の日ですね。えー、もう今年2020年最後の、えー、祝日かな。<laughs> で、えー、今日は83回目の放送になります。それではオープニングムービーをどうぞ。 どうも、ボビーアトレザーのボビーです。えー、今日もですね、えー、大阪のボビーアトレザーのアトリエからですね、ライブで、えー、お届けしております。ねえー、今日でもう83回日目というか、83回目の、ねえー、ライブ配信になるんですけども、ねえー、連休3連休の、ね、最後ですよね、えー、いかがお過ごしでしょうか。ね えー、なんか聞くところによるとお京都の嵐山もめっちゃさん混んでたあらしいですねやっぱり大盛況だったらしいですね。で <laughs>、ねえー、僕はですね、えー、昨日おとといですね、えー、リモフェスっていうねイベントにですね、えー、参加しつつ通常のですね、えー、レーザー製作をですね、えー、しながらあまあこのおアトリエでですね、えー、日干花過ごしておりました。 ねで昨日対談ご覧いただきましたでしょうか吉健さんともね、えー、シンガソックライターの吉健太郎さんですよね、うん、吉健さんとね、えー、20分ほどの対談をです、ね、させてもらいました、ね、あのこう配信は、ね、いつも一人でしてるじゃないですかこうでね、えー、コメントがいただいたらその方とのキャッチボールになったりとかあそういうライブ配信ならではのね配信をしてるんですけども。 対談というのはですねなんかこうお互いがこうあってねキャッチボールができてですねあっという間の20分でしたけどね,ねまた感想とか書いてくれたら嬉しいですねあそれともしねあの下田見逃してもうたなとかねまあ夕方やったんでねあのちょっと夕食の買い物に出かけとったなとかどっかあの外食にね久しぶりに行ってたなとかいう方もひょっとしたらいるかもしれませんしね。 えー、アーカイブをご覧いただきますんで、それは URL をですね、えーこっちここ、どういう意味でわか,からないけど、ユーチューブのリンク先貼ってますんでね、えー、ゆっくりご覧ください。ねえー、ずっと見てたら、多分、あの、あれですよ。あのえー 打ち上げの最後のは打ち上げも多分見れると思いますんでねそこもあの参加させてもらってますしね、えー なんかあすごくね、えー、熱いひと時を過ごさせてもらいましたね、えー、実際ね吉川さんとねリアルでお会いしたのはですね、えー、2度ほどなんですよねえー、っと当時大阪でねライブツアーで回っててで、まあ、あのちょうど和司君もね回ってた回ってたというかあジョイントみたいなのあったんでこれは小豆島ねつながりやし、えー、行こうかなと思ってね当時、えー、お会いしたのが 最初でその次はですね、えー、何年か後に、えー そのま勝志君とね勝志君というのはね小豆島出身でね今,今でもこうまあ大阪で、えー、ベースにですね、えー、シンガーぐらいで、ね、こうまたまに小豆島でねイベントとかで、えー、呼ばれて、ね、観光大使小豆島の観光大使ねされてみたいで、まあ、僕はあのー、おー隠れ僕の僕はあの観光大使とかそういうのなんもないんやけどおの良さとかそんなのを、まあ出会った人とかにお伝えしたりとか。あ かなそんな感じの僕は僕の独自のアンダーグラウンドな感じで、えーえー、広めている感じですね。でまあ,あのその時に何年後にですね梅田でですね寒い日やったと思いますけどね僕と YOSHIKI さんと和志君のね立ち話を阪急と JR の間のところで写真をゃべにて。 たままた僕は多分梅田にいてたんやろね。多分ねですごい寒い日やったなという記憶がありますもう何年も前ですよ。それ以来でね。でまあこういうふうにゆっくり時間をとってですねお話しさせてもらったのはですね、うん、もう本当に久しぶりっていうか初めてでまあ,あの共通の友達を介してはね吉平さんのことはですね島に僕が 帰省した時にえしょっちゅうお話にね話題になるんでねえよく耳にしてたんですけどもねまあ噂の方でしたねやっぱこう昨日もねあのこうずっとライブをねこういろんなね全そのリモートやからその全国全然バラバラな場所からこう中継っていうか配信じゃないですか。 それを拝見させてもらいながらですね、あのてうていうの、自分の世界っていうか世界観を配信しするっていうか、それをですね、表現して伝えてるっていう方が非常に多いんだなと思いましたね。知らない世界ですよ、ほとんど。まあまあレザーの世界でもそうですけどね。レザークラフターはこのようにそれこそミュージシャンね。 と同じぐらいまあそのプロはんまあ、ね問わずすごくいっぱい,いるおるわけじゃないですか。<laughs> ねえ本当に、えー、なんかこう自分を表現してそれを何てんですかね、えー、人生のですね、えー、足跡としてねあのなんかこう作品を残し続けるというかあそういうふうななんか自分を生きる人 ね、出会いですごく昨日は刺激的なひとときでしたねあの打ち上げの時もそうでした、うん、あの非常に暑い時間をねいただきまして僕らはほとんどボーカー者というかじいとか画面を見ていただけのような感じですけどね、まあ、たまにこう喋ったりとかね、えー、しながら、まあ、お酒の力も手伝って、ねまあ、あの夜、まあ、こういう配信はですね昼間なんでね、えー、割とこう。 普通な感じですけどねやっぱり夜になるとやっぱこう深い気持ちになるしこう夕方以降はですねどうしてもこう心をですねこうパカーンと開いてですね、えー、あの腹割って話し合うっていうかね、うん、やっぱそういう時間っていうのはやっぱこうだんだんね僕もお少なくなってはきたんで。 あし久しぶりにこうなんかいろいろしゃ, <laughs> しゃべりましたねやっぱり若いミュージシャンをね志す方とかもいますしね。 うんやっぱりそういう方になんかね自分の経験も少しでも何か役、あのー、なんかつきびいてくれたらなとも思ったしうんまあものづくりっていうかねその中では同じやと思いますね僕もこういう音楽を通じてやってたことが今のレーザー制作に100%生きてますからあの経験がねうんあのなんかそんな気がします。 うんなんか自分でこうイメージしたことをこう形にしてそれをですねまあ,あの歌の場合だったらいろんな人にバッと拡散できますけど僕の場合はあそれを一人の方にねお届けするというかもうなんていうんですかもう,本もう曲作りと一緒ですよもう一人の方だけに作るのと一緒な感じでレーザー作品をですね 届けてるって感じですね。まあ同じ心の絵です。うん、全くね。やっぱりそのすごく刺激的な時間をですねいただいて、本当なんかこう声をねかけていただいて感謝やなと思ってね。えー、なんかそういう今までそういう要因がねこのアトリエの中に残っていますね。えー まああのー、来年ぐらいはねリ,リ,モリモートフェスティバルじゃないしにリアルフェスティバルをやろうということでね、えー、やっぱりこうこ口に出してですねそれをやっぱりこう実行していくうよしけんさんね同じ小豆島出身のミュージシャンです方、まあね、先輩としてはですね、えー、本当にそういうのやっぱみんなから「兄貴」って言われるのも分かりますね。 うん、やっぱり人望ですね人気者というよりも人,人望が熱いっていうことはあ僕は本当大事だなと思いますね人気はこうやったらスーンと打ってこうあねあるじゃないですかやっぱ人望のある人っていうのはやっぱりそこにやっぱ人が集まるし、えー、その人がいたら何かしようっていう心も動きますからね、うん、やっぱりああのそういう人にあもう僕も憧れああますしね、うん ね、やっぱり人望がある人っていうのは本当に、えー、なんかこう素晴らしいなと思いますね。それはその世界でね、うん、なんかそんな気がします。ね、あ、いろいろご覧いただきたありがとうございます。あ、サウスさんいつもあのありがとうございます。あ、なんかあの今スマホで見たらあのハートのマークがふやふやって上がったりとかね、ありがたいですね、嬉しいですね。 うんやっぱ僕もねこう今年2020年の挑戦の一つとしてですねこういう配信をですねえいろんなことが見えるまで続けていきたいなと思ってますしねうんきっとこれがあなんかやってよかったなって思える日が来るような気がしますしこれがねこういう積み重ねがなかったらね昨日の対談もねあたふたもう今,今以上にあたふたしとるような。<laughs> <laughs> そんな気がします、うんでえーまあ僕はもうレーザーを通じて、えーね、の表現ですけども、あのー、これがねなんかこう,こう僕がこういうふうにしてることがあなんかクリエイターの中で、えー、なんか刺激になればなと思いますし、うんあのー、うまあこれは言いませんけどねこれがあ今やってることがあ無駄じゃなくて無意味じゃなくて。 ねえー、無意味じゃないっていうことねこれでねこの間も話しましたけどね無駄に思えることも無意味じゃないって意味があると、ね、そういうふうに、えー、信じてですね、うん、まあブログもそうでしたけどね、えー、ブログを5年七年67年ずっと続けながら、えー、これを読んでくれてる人っているのかなって思いながら書いてたんですけどもやっぱりこういつも思いました。今日今日じゃなしに1年後の に出会う人のためにね今日やろうブログを書いていこうってえそう思いながらですねえコツコツと <laughs> え続きましたまあこの配信もそうですね、1年後に出会う方のためにですね今があるようなそんな気がしますそれではまたあーね、今年2020年最後のね祝日をですねえエンジョイしてくださいそれではまた お会いしましょう。ボビーでした。じゃあね、バーイ。